この空。見られている。ムクツケ教男たちの目が私を見ている。おいダクネス、少し落ち着け。歩きながらもだえられると目立つだろう。これが落ち着いていられるか。ボードゲームに負けた罰ゲームでこのような。確かにこの寒空の中、露出の高い三体衣装を着て買い出しに行ってこいだなんて、それこそクズマさんくらいしか思いつかない罰ゲームよね。本当ですよ。私とアクアが玄関で出くわさなかったら、本当に一人で行かせるつもりだったのですか？いやだってさ、ダクネスがあんまりにも自信満々に勝利宣言してくるから腹が立ったんだよ。それで負けた方は勝った方の言うことを何でも聞くって罰ゲーム作ったら、カズマが勝ったのですね。カズマにはゲームで連敗する悔しさがわからないのだ。あのゲームはまだオートで流行り出したばかりなのだぞ。初心者のカズマになら今度こそ勝てると思っていたのに。今回は俺が一方的に悪いわけじゃない。そうね、いつもならカズマにシュワシュワ一週間禁止令を出すところだけど、今回はダークネスも自分で地雷を踏んじゃった感じよね。お、ダークネスさん、どうしたんですかその格好。ちょっと胸元がドキドキしますが、可愛いですぜ。な、私はそんないやらしい目で見るのはやめろ。お前、喜んでるだろ。喜んでない。ねえねえ、それよりいい匂いがしない？あの露店からよ。少し見ていきましょう。おじさん、その肉は何ですか？とてもいい匂いです。それに赤いリボンになかなか素敵なセンスを感じます。いらっしゃい。クリスマスの定番、ジャイアントトード肉のローストだよ。あいさつどうだい。クリスマスの定番？カズマの故郷だとクリスマスには七面鳥を食べるんじゃなかったかしら。そうだな、去年クリスマスが広まった時にもそんな定番はなかったような。聖夜にはサンマの塩焼き、これが世の中の常識だ。買い逃したら流行に乗り遅れるよ。メリークリスマス。クリスマスは野菜を食べようぜ。それが世界の選択だ。今なら白菜が限定特価98リス。なるほど、クリスマスの定番料理が定着してないことを逆手に取ってるのか。とにかくクリスマスとつけて目立たせようということでしょうか。この時期は何かと書き入れ時ですからね。おや、最近筋トレメニューを見直した筋肉娘ではないか。その格好は何だ。くっ、いやらしい視線が私の体に注がれて。筋肉娘。ちょっと何しに来たのよ仮面悪魔。聖なる買い物の邪魔なんですけど。相変わらず礼儀知らずであるな、迷惑女神め。誰が迷惑ですって。はいはい、二人ともその辺で。でバニルは何してるんだ。ウィズ魔道具店も今は売り上げアップのチャンスのはずだろ。しかり、クリスマスとやらに便乗すべく視察を行っていたところだが、どうやらその甲斐があったな。おや、もう視察は終わりですか。筋肉娘のおかげでいいことを思いついたのでな。筋肉って言うな。用が済んだらさっさと帰ったらどうですか。聖なる夜が近いのに悪魔のあんたがいたら台無しよ。これはこれは、聖なる祭りに水を差してしまい申し訳ないことをした。我が輩はここで退散するとしよう。失敬。あら、案外素直に応じたわね。
もしかしてようやく女神の意向が伝わったのかしら。多分違うと思うぞ。ええ、あれは何か企んでいる顔でしたね。あ、おじさん、このトード肉のローストを4人分お願いします。へいらっしゃい。メリークリスマス。ウィズ魔道具店クリスマスフェア始めました。カズマさん、皆さん、メリークリスマス。おー、メリークリスマス。ってウィズ、その格好。はい、昨年アクア様に作っていただいたサンタの衣装です。クリスマスフェアを盛り上げようと思って今年も着てみたんですよ。確かに服が変わると気分も盛り上がりますね。ですがバニルまでサンタになるとは思いませんでした。ちょっと、その衣装どうやって調達したのよ。私、あんたに仕立ててあげた覚えはないんですけど。その問いの答えは簡単だ。これは我が輩のお手製。意外と手先が器用なバニルさんにかかればお茶の子さいさいである。いつまでも自分だけの専売特許だなどとおごらぬことだ。ねえカズマ、大変よ。女神の怒りが今にも爆発しそうだわ。おや、よもや、この衣装のあまりの出来の良さに嫉妬しているのではあるまいか。そんなわけないでしょ。いいわ、あんたみたいな小悪悪魔、今日という今日は引導を渡してあげる。ゴッドパッ。ねえ、そこまでだ。いったー。何するのよカズマ。せっかくあいつに聖なるグーをお見舞いしてやるところだったのに。だから止めたんだろ。お前がここで暴れてみろ。店の商品がダメになって弁償するのは結局俺たちなんだぞ。うそれがあいつの狙いだってことぐらい俺もいい加減学習したからな。我が輩としては弁償金をいただければ全く何の問題もないが、うん、見える見えるぞ。何時、今月のお小遣いを例の店で使い果たし財布が空っぽであるな。ちょちょちょ、それ以上言うな。で、ウィズ、その格好はクリスマス商戦に向けての気合ってことか。はい、ウィズ魔道具店、このクリスマス商戦で赤字帳消しを目指します。このスバキャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバメリークリスマス、ウィズ魔道具店だ。ただいまクーポン付きチラシを配布しておるぞ。魔道具店の全商品、今なら限定価格でお買い求めいただけます。この機会にぜひよろしくお願いします。やあバニル、あれから売り上げはどんな感じだ。ぼちぼちといったところだな。やはり衣装とクーポンだけではまだまだインパクトに欠けるようである。まあクリスマスセールは他の店もやってるしな。うちの商品は素晴らしいものばかりですから売れないはずはないのですが。その自信は一体どこから来るのだ。むしろ何時の買い付けた商品がもう少しまともならば冬空の下の街灯に立つこともなかったもの。そんなこと言わないでください。うちの商品は一つ残らず最高の品ばかりなんですから。今すぐ殺人光線で体に教えてやりたいところだ。今日は多めに見てやろう。衣装が黒焦げになってはもったいないのでな。今さらポンコツ天使に目くじらを立てても仕方あるまい。気を取り直して挽回の策を講じねば。差し当たっては、そうだな、やはり小僧の言う通り他の店と異なる独自の策を講じる必要があるか。
なんだかんだでウィズにも世話になってるし、いいアイデアがないか。あ、なあ、もっと本物っぽいサンタを使うのはどうだ？本物のサンタ？どういうことだ？クリスマスの真の主役はサンタと子供なんだ。子供ですか？それは初耳です。そうなんだよな。そもそもこの町じゃまだサンタってのが何者なのかさえよく知られてないくらいだし、俺の故郷の風習だとサンタってのはトナカイの引くソリに乗ってクリスマスの町にやってくる。それから子供がいる家の煙突から中に入るんだ。そして寝ている子供のベッドの枕元にプレゼントを置いていく。翌朝起きた子供はプレゼントに大喜び。だから俺の故郷じゃサンタは人気者なんだ。朝起きると目の前にプレゼント、とってもロマンチックな風習ですね。してそのサンタとプレゼントの話がこの店の売り上げを挽回する策とどう結びつくと？実はな、サンタの正体は子供たちの親なんだよ。え？子供を喜ばせるために夜中に親がこっそりとプレゼントを置いてるんだ。それをサンタが運んできたってことにしてる。つまり？つまり？子供のためか。なるほどな。あっしゃいらっしゃい。クリスマスには我が子にプレゼント。親御さん方、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。バニルサンタのおもちゃ販売である。お、バニルのやつ早速やってるな。まずご紹介するのはこちら、ズバリ謎解きパズル。小さなお子さんのチークにうってつけであるぞ。お一ついかがか？なるほど、サンタがプレゼントを渡すというカズマの故郷の風習を参考にしてプレゼント用の商品を売る作戦にしたわけですね。しかも販売対象を子供のいる親に絞って子供を喜ばせたい親心につけ込むという魂胆ですか？おい、魂胆とか人聞きの悪いこと言うなよ。これも立派な商売だろ。他にもおもちゃがよりどりみどり、すべてクリスマスセール特価にて販売中である。しかも購入いただいたプレゼントはこのバニルサンタがクリスマス当日何時らに代わりお子様にお届けすると約束しよう。なるほど、要するに親の代わりにバニルが届けるサンタ代行サービスってわけか。あいつ考えたな。カズマ、なんだか悔しそうですが。くそ、商売に一枚噛んでおけばよかった。あれは多分金になる。そんなことだろうと思いました。おや、早速大人たちが並び始めました。さあ、クリスマスにはぜひ愛するお子さんにサプライズプレゼント。プレゼント用の商品は早い者勝ちであるぞ。このそば